繰り返す日々の中で大事にしていたものを並べてみても何かを失ってしまったような気がする。私はいつも失ってから気づく。遠い日のいつか言われた言葉をなぜか今思い出してる。その問いにどう答えたか今ではもう忘れてしまったけど、シャオユは、シャオユはどうしたいの？私は引っ越したくない。でも名前などないが長い道を来た揺れる。全部お姉ちゃんのおかげだから。ウルに何がわかるの？両方失うわよ。そんなことないよ、これからだって。なんでそんなこと？だってティモ君と離れたくないから。常識のような光や色を抱いてさ。